パワーズコート邸は、アイルランドのウィックロー県エニスケリー郊外にある旧パワーズコート施設の屋敷と、庭園を指し、日本語では単にパワーズコートと記載されることが多い。庭園の景観で知られ、現在の敷地面積は19ヘクタールである。13世紀建造の城18世紀に入って、ドイツの建築家、 リヒャルトカッセルスが大きく改築し後期は1731年から1741年まで、費やした。1974年に家事を出して、外交以外は失われ、1996年に再建、ホテルに客室を提供してきた。パワーズコートの主人がフェリモトゥールであった頃、長年にわたり、 当地に強い思い入れを寄せてきた、ウィンフィールド家はオトゥールに、反乱の濡れ衣を着せ、屋敷と土地を手に入れようとした。1603年5月14日に確執は、最高潮に達し、パワーズコートの当主の座はすでに男系の孫で死士のター、ロックが継承していたにもかかわらず、ウィンフィールド派は、オトゥール祖父をおびき出すと、パワーズコートに近い通称、キリングフォローで殺害した。 イングランド王ジェームズ一世は、同年10月27日、リチャード・ウィン・フィールドに、騎士の借位を授け、恩給を召し上げる代わりに、パワーズ・コート邸を、向こう21年にわたり、賃料6アイルランドポンドで貸し与えた。オトゥール給料の募集の根拠は、ブライアン・オニールと連座した3代前のオトゥールの、反逆行為とされたが、そもそもブライアンを合わせた3名の行動を募集の、 引き合いにするのは奇妙である。少なくとも1549年4月23日に、キネラティ教は御社に預かり反逆罪は成立していない上没収されたはずのオトゥール家の辞書は、クロムウェル団借領ともども、王家に、剣能済みでもあった。このような由来で歴代のパワーズコート死者家が、本拠とした家屋敷は、1961年に、 スポーツ用品事業の創業者スラセンジャー家の手に渡る。現在は人気の観光名所として同名のゴルフクラブやアボカシャの運営する来場者向けレストランがあり、200近い部屋はホテルチェーンに客室として委託している。このカントリーハウスと対称する試着家のタウンハウスはダブリンのパワーズコート館である。13世紀の城の主人はアングロノルマン系の貴族ら、 ホール断尺と言い,い、加盟は後にイングランド風にパーに改めた。白はダーグル川とグレンクリー川、グレンカレン川から通じる道を抑える位置に置かれ、戦略上も軍事上も要衝にあった。3階建ての上管は部屋数が少なくとも68室、玄関ホールは奥行き18メートルで、幅は12メートルあり、かつては下方の展示室であった。 主要設室は1階ではなく、当時の監修に倣って2階に置かれた。全長1 6トルのブナの並木道が、家の正面に通じている。屋敷の外観テラスと、噴水邸宅は16世紀にパワーズコート家の所領となり、やがて家紋は繁栄し18世紀に、初代パワーズコート使者クリチャードは建築家、リヒャルト・カッセルスを雇うと、中世の城に大幅に手を加え、 カントリーハウスにふさわしい改築を施すように命じる。見晴らしの良い丘の頂上を建設地に選んだ建築家カッセルスは、それまで手掛けた邸宅につきものだった陰鬱さを払拭した。パラディオ様式を厳格に踏襲し、ジョンバンブラなら白らしい雰囲気と呼ぶであろう趣きは、円形のドームをいただく塔を建物の両端に配した点に最もよく表現された。 主王説室、第5代、パワーズコート子爵リチャード・ウィンフィールドは1821年8月、国王ジョージ4世の来臨を仰ぐ。1830年代には、キリスト教の聖書の未だに実現しない予言をめぐる会議が何度か当初で開かれ、新学者、ジョン・ダービーや教約者、エドワード・アービングなどが出席した。一連の会議は、 パワーズコート死者婦人手おし屋の後ろ盾を得て実現した。婦人の手紙や書類は2004年パワーズコート予言会議の概要を添えて再版された。日本庭園を望む第7代死者マービンは1844年に8歳で、借位を相続するとアイルランドの領地4万9000ウェーカーの主人となる。21歳に達すると、こちらの邸宅の大掛かりな改造に取り掛かり、 庭も新しく造園させた。庭園の設計プランには、マービンが訪れたベルサイユ宮殿の華麗な庭園や、ウィーンのシェーンブルン宮殿、ハイデルベルクのシュベツンゲン宮殿で得たひらめきが、下敷きとなった。後期は合わせて20年かかり、1880年に、完成した。庭園の見どころとして、石塔を廃した、タワーバレー、日本庭園、有欲の馬の彫像、トリトンコ、 イルカイケ、池垣に囲まれた庭園、バンベルクモン、イタリア式庭園がある。ペッパーポット等の設計は、湿尺夫人が大切にした、高さ3インチの故障入れに基づくと言い伝えられてきた。特筆すべきものとして、ペット墓地があり、立ち並ぶ墓碑は、驚くほど思い入れたっぷりと言われている。トリトン小越しに邸宅を望むスラセンジャー家は、 第9代子爵マービンから辞書を1961年に買い取る。翌1962年に娘ウェンディはウィンフィールド家のマービン閣下と結婚。1973年には福君の執着により、第10代パワーズコート死夫人となる。即女、ジュリアの結婚で男爵と刑罰を結び、スラセンジャーのカモンと邸宅は貴族社会との絆を強めていく。 子息マービン・アンソニー・ウィングフィールドは11代目の試者区位を継承。データ区は1974年11月4日の火事で消失して外交が残り、1996年の再建により2部屋に限って消失前の試者区時代の内装を復元すると、店舗とレストランと共に来場者を受け入れている。1、2階の残りの部屋はマリオット・インターナショナル系列に、 ホテル業を委託し、パワーズコートホテルリゾートスパを置いている。2011年に旅行雑誌、ロンリープラネットが選ぶ世界の豪邸トップ10に入った。また庭園は、ナショナルジオグラフィック市場で世界の名園第3位として2014年に紹介された。レストラン来園者向けの飲食サービスは、アイルランドのアボカ社が受託している。スラセンジャー家は、 辞書内に滑走路を構え、カナダ空軍のパイロット出身で、空撮専門家のリン・ギャリソンに会社と飛行機、格納庫を当地に移すように進めた。ギャリソンは歴史的な航空機のコレクターでもあり、数々の機種をアイルランドやイギリス製作の劇場映画に提供し、ブルーマックス、赤月の出撃、セッペリン、レッドバロンなどで飛ばした。リークスリップ空港から移動させた複数の機体は、 1973年から1981年まで、こちらで保管した。この辞書には、世界最大級のドールハウスを収蔵する、タラ宮殿子供博物館がある。2011年6月、ダブリン近郊マルハイドキャッスルから移されたもので、ドールハウスと、家財道具のミニチュア、人形、各時代の昔のおもちゃを展示している。中でも、タラ宮殿と呼ばれる、 ドールハウスは、ウィンザー城にある、メアリー王妃のドールハウス、あるいはアメリカならシカゴ科学産業博物館の収蔵品、または外装だけで30年かけたというニューヨーク郊外の、ナッソー軍立美術館が誇るアストラットに勝るとも、劣らないと言われる。映画の現場として1969年に、大泥棒と、犯罪王の、ホエアズ・ジャック、撮影に当てられた屋敷は、 もっと著名なスタンリー・キューブリック監督、バリー・リンドンにも舞台を提供し、1974年の消失前の姿を映像に留めている。屋敷を背景に置いたモール・フランダースで主人公、モール・フランダースが思いを寄せる芸術家は当地に先祖代々暮らしたという。また、ディケンズの小説、デイビッド・コッパ・フィールドの映画化は2000年に実施され、2002年版。 モンテクリスト博でも撮影現場となる。映画、ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンズ・アポカリプスは、イギリスのテレビドラマ、リーグ・オブ・ジェントルマン基人同盟の続編。こちらの庭で制作し、全両王、ビリーことウィリアム3世とイングランドの女王メアリー2世が、野外で退治する様子を映した。アメリカのテレビ局 AMC は、未来社会を描く連続ドラマ、 Into the Badlands の第2クールに、仇役のジュリエットチョーダンシャクバロンチャウを初登場させ、その居城を当地に設定した。飛び地の滝を戦場に見立て、1981年版、エクスカリバーで、アーサー・オーとランスロットの戦闘シーンが展開する。滝と屋敷の外でロケを行った作品には、アメリカのケーブルテレビホールマークチャンネルの取り下ろし、映画、ハネムーン・フォー・ワンがある。 アイルランドの豪邸を訪れる主人公をニコレット・シェリダンが演じた。脚本はキャッスル・ワイルド邸の主人と周辺住民が揉める原因をゴルフコースの建設としていてゴルフクラブのある当地と重なる。パワーズ・コート邸とイタリア式庭園の長望文学作品を見ると作家デイビッド・ディキンソンはこの屋敷を舞台にした推理小説シリーズに取り組む。 ビクトリア朝の貴族探偵、フランシス・パワーズ・コート、京ロード・フランシス・パワーズ・コートの出身は、トーチとされ、登場作は、グッドナイト・スウィート・プリンス、デス・アンド・ザ・ジュビリー、デス・コールド・ツー・ザ・バーホカ、全16作。小説、ジュラシック・パークは映画家系をフランチャイズし、短編映画、バトル・アット・ビッグ・ロックは、トーチでカメラを回した。の庭は2008年、 アイルランドを代表する女性歌手、グループ、ケルティック・ウーマンが、アルバム、ソングス、フロム・ザ・ハートを録音し、DVD とテレビ特番も収録した場所である。領地にある滝は、アイルランド最大の落差パワーズ・コートの滝は高さ121メートル、アイルランドで一番高い滝である。周辺の谷も、休止借で、 屋敷地から離れた飛び地の私有地は1858年から鹿公園である。第七大施設が取り寄せて、ここで勝った日本自家は外来種としてアイルランドに定着している。屋敷から滝まで通じる路線バスは2005年に廃止し、夏季のみ臨時バスを運行する。最寄りのエニスケリーとは距離こそ 7km だが、道幅は狭く急峻で見客向きである。 入場料を申し受け、3ユーロから5ユーロである。パワーズコートゴルフクラブは当初内にあり、東コースと西コースそれぞれ18ホール、パー72である。東コースを先に設け、西コースともどもグリーンが早くて、フェアウェイは起伏に富み、どちらも全長6900ヤード超。東コースは1998年の アイルランドプロゴルフ協会チャンピオンシップ大会の会場に使われた。ありがとうございます。